それぞれの地域についてのここの辺りの地域についての植物についてちょっと話をしていきたいと思います。これは当時の企画展のチラシの裏の一部です。こんなやつを出していたんですけれども、ここで、立山地域を4つの地域に分けて、地域ごとに代表的な植物を紹介しようということでやったんですね。で、まず最初は、このカルデラ地域です。カルデラ地域では大葉柳という植物とそれから、泥の木という植物、まあ、先ほどちょっと出てきましたけれども、柳の仲間を、メインに据えました。それから、美女平では、まあ、杉、まあ、立山杉ですね、あとブナを選びました。三田ヶ原では、大白びそとダケカンバを選びました。で、あと室堂ではハイマツとチングルマを、選びました。こういう植物を使って、まあ、地域ごとの植生の違いなんかを、出しています。はい。これは、立山カルデラの中身ですけれども、まあ、地図ですけれども、まあ、国土地理院の地図ちょっと拝借しました。まあ、この付近が立山カルデラですね。でちょっとこの博物館、立山カルデラ砂防博物館ですので、ちょっとだけ、紹介をしてみたいと思います。この立山カルデラ砂防博物館では、体験学習会としてこのカルデラの中に入る、コースがあるんですけれども、まあ、そのコースをちょっとだけ紹介します。これは水谷平ですね。体験学習会トロッココース行くとこの辺りまでは行きます。ここの本当は入ったらダメなので、これ相当昔の写真です。2000年ぐらいの写真です。その時はまだここ入れたので、その時の撮った写真ですけれども、体験学習会ではここへ行きます。それから、ここに白岩砂防園庭というのがありますけれども、白岩砂防園庭、これ下から見た写真ですね。ちょっとここは下には普通は行けないんですけれども、この横を階段を降りていって、一応見ることができます。まあ、一般の方は行けないんですけれども、で体験学習会ではここにちょっと緑色の橋が見えるんですけどね、この橋の上で、白岩砂防園庭の解説を聞きます。まあ、今砂防の話ではないんですけども、まあ、高さ63メートル、復縁で入れると108メートルになりますけれども、まあ、この立山カルデラの砂防の、まあ、要ですね、まあ、そういう大事なもので、まあ、国指定の重要文化財になっています。それからこれ六球台展望台というところで、これ今年撮った写真です。今年の6月7月ぐらいかな、撮った写真ですけれども、こんな状態で天気のいい日には、見えるんではないかなと思います。昨日も多分見えてたと思うんですけども、ちょっとここ来てないのでわからないんですけども、私が2000年ぐらいの時に、立山カルデラに入った時にはこの辺りのこの緑のところですけども、かなり ここにあるような茶色い状態でした。まあ、それが工事の結果緑色に変わってきているんですけれども、大事な砂防工事の一つです。金山谷県営砂防の跡なんですけれども、昭和から大正にかけて、県営で砂防工事していた時の、ものが、見ることができます。それから、これも、重要文化財になってますけれども、これドローンで撮ったものですね。ドロダニ砂防園庭群というような形で、ここですね。ここの辺りがそれになります。体験学習会ではここにちょっと橋があるんですけども、この上から見ることができますが、これ秋ですので割と園庭がはっきり見えてますけども、そうでない時にはかなり今緑に覆われてしまって、あんまりはっきり見ることができません。この下に橋ありますけども、
まあ、この橋どこから見てもあんまりわからないですね、うん、緑に覆われてしまってます。でこれが立山温泉跡地ですね、まあ、ここに、まあ、お風呂の跡がありますけれども、体験学習会ではここの場所行って、見ることができます。からここは、まあ、体験学習会する上での、まあ、休憩施設みたいな形で、の作られたものです。昔からのものではありません。一応立山温泉は、昭和44年、1968年の大水害が起こりましたけれども、その時に、お客さんが来れなくなったんですね。であとアルペンルートができましたので、ほとんどお客さんが訪れることなくて、確か昭和52年ぐらいだったと思いますけれども、焼却処分されてますということで、一切建物残ってません。石垣とかは残ってますけれども、その後に、建てられたものです。はい、ということで、いくつか体験学習会で、回る部分も紹介させていただきましたけれども、まあ、次に、まあ、これ立山あの博物館でよく出している写真です、まあ、2000年より前に撮った写真ですね、ということで、先ほどちらっとあの6級谷展望台のところでこの辺りがうんうんといったのがまた茶色いままになっています。今はもうさっき言ったように、工事されて、きれいになってますけれども、まあ東西これ東西方向ですけれども、6.5 キロ、南北 4.5 キロメートルの大きな窪地です。立山カルデラ、カルデラっていうと本当はアソカルデラのように、火山が噴火をして、中から大量の溶岩が出て陥没してできたものが、まあ、陥没カルデラですね。ですが立山カルデラはそういうカルデラではなくて、この辺りに火山はあったんですね。今崩れてないですけども、で、火山活動の結果、まあ、見ながらも火山活動でできた場所ですけども、まあ、地質が非常に脆くなって、浸食の力でかあの窪地になったということで、まあ、カルデラという表現の仕方をしています、まあ、カルデラとは、博物館のいろんな展示にもありますけれども、スペイン語やポルトガル語で、まあ、大きな鍋、まあ、そんな意味があります。